私がどうして M デザインさんとのこの、家づくりを選んだのかというと、なんか私は昔から割とインテリアの本とかを読むのがすごい好きで、でなんかこう新しいピカピカのものとか綺麗なものよりも割とこうヴィンテージだったりレトロだったり、なんかこうデッドストックとか、なんかこう割とちょっともう古い感じのものが割とそっちの方が好きで、なんかそういう家が建てれたらなーって、そういう雰囲気の家を建てたいなと思っていました。でもなんかでいろいろハウスメーカーとかをだいぶ回ったんですけどなんかこうこれっていうのがなくて、なんかもう一つピンとこない感じで、なんか例えばその太陽蝶だったり、なんかこう木目蝶とかだったり、こうなんかイメージに近いものはできるんだろうなっていう感じはしたんですけど、イメージ通りのものっていうのをやっぱりなんかどうしても諦めきれなくて、でなんか旦那も初めは設計士なんて大丈夫かみたいな感じだったんですけど、私はなんかやっぱ宮崎さんに一度相談をしてみたいっていう、こう気持ちを諦めきれなくて、宮崎さんに電話をかけて一度家に来てもらったっていうのがスタートだったんですけど、で実際家に1回来てもらって、その時は官舎に住んでたので、4K みたいな感じの家だったんですけど、一部屋はもう旦那が完全に自分で、その時は官舎に住んでたので4K みたいな感じの家だったんですけど、一部屋はもう旦那が完全に自分の部屋として取ってたので、6畳の3部屋に5人で暮らしてるみたいな感じでした。で荷物も子供も3人いて5人分の荷物があったので、もうぎゅうぎゅうだし、子供のものは多いし、収納がなかったので、もうタンスとかをこう壁に全部こう寄せて置いてるみたいな感じの状態で、かなり手狭ではあったんですけど、なんかそれとかも見てもらって、その大体の荷物の量とか、この暮らしの中、今の暮らしの中でなんか困ってることはないかとか、なんかもっとこうなんかどんな風な暮らしがしたいのかとか、いろいろ話を聞いてもらいました。で、そしたらもうね、なんかね、その場で宮崎さんが紙とペンを出して、なんかふんふんって聞きながらバーッとなんかね、じゃあこんな感じとかどうですかとか、こんな風な感じでここをこうぐるっと回れる感じにして、そしたらなんかほらこんなでいいとかいう話をずっとしながら、バーッとこうラフスケッチじゃないけどそんな感じでしてくださって、でもたわいもないそんな話をしながらどんどんイメージが膨らんで、でなんかもう一気になんていうかな、そこで走り回ってる子どもたちの姿とかも想像できて、そこで暮らしてる自分たちも想像できる感じで、とても心が躍ったのを覚えています。で、あとはそれはもう完全なオリジナルなので、なんていうかな、こういろんなメーカーのものが使える、ここはこれ、ここはこれで使えるし、なんかな、例えばうちは旦那もよくキッチンとかに立つので、その例えば私が料理してるところと旦那が何かやってるのがこう交差しても、以前はとてももうそれでイライラしてたんですけど、なんかそのことを伝えたら、それもこう考えたキッチンの立ち幅にしてもらって、でうちの旦那ちょっと体が大きいので、そのことも考えた、もっと1センチ単位とかで天井とか、天井の高さとか、それからその通路じゃないけど廊下とか、廊下っていう、廊下ですかね、のちょっとなんだろう、幅とかすごい考えてもらって、なんか小さなことだけど毎日のことだから、やっぱそこがストレスにならない、気にならないで暮らせるっていうのは、もうやっぱ以前の暮らしからしたらもう全然違うので、本当にそこはやっぱ完全オリジナルで、本当自分たちのためのお家なので、すごい良かったなと思ってるところなんですけど、で、私たちは当然なんかそんなもんなんだと思ってたんですけど、やっぱ周りから聞いて後で知ったんですけど、やっぱそういうふうになんかこう1センチ単位とかにはなかなかしてもらえないって聞いたり、やっぱもうするならその5センチとか、次の段階だと何センチとか決まってるみたいな話とかも聞いたので、なんかそういう面では、あ、なんかやっぱ恵まれてたねっていうのは後から思いました。この家づくりをしてみて良かったところをお話ししたいと思いますまずやっぱり自分たちがどんな暮らしをしたいのかっていうのをすごく一番大切によく聞いてくださってたので、なんていうか、ちょっとからこう生活動線みたいなものはもう完璧だなといつも思います。特にも忙しい時なんか本当家に助けられてるぐらい感じる時もあります。で、子供たちにこの家のいいところはどこが好きって聞いたら、子供たちは家の中で鬼ごっこができるのと柔道がやれるのがいいって言ってて、娘はテレビの部屋がいい、だってゆっくりテレビが見れるからって言ってて、なんか本当にそうだなと思います。テレビの部屋はすごい光がバーって入ってきて、ポカポカ、天気のいい日はもうほんと暖房とかもいらないぐらいポカポカしてて、よくそこで日向ぼっこしながらそのままお昼寝したりしてるので、気持ちいいんだろうなと思いながら見てます。で、旦那は土間が一番いいって言ってます。で土間は宮崎さんのアイデアで考えてもらったんですけど、釣り好きの旦那ともう家の中に釣りの磯の匂いのする道具とか魚の生臭い匂いを持ち込まれるのがどうしても私は許せなくて、でもうそこの攻防戦がいつもすごかったので、もう「なお」でそれを宮崎さんが見て考えてくださって、それが本当にぴったりはまっていた。もうヒラマサとかぴったりはまっていた。もうヒラマサとかブリとか大きい魚はもう土間でさばいて、最後は水でもきれいに洗い流せるし、土間だからですね。で私も、もう外で全て完結してもらって、家の中には、魚が切り身の状態でやってくるっていう、もうお互いもうストレスフリーな感じでやれてるので本当に良かったです。でだからもうみんなに言います。自分の家っていいよ、自分の家ってもう自分仕様でできてるからもう本当にストレスフリーだよって心から思って伝えます。で本当ストレスフリーどころか、なんか外で溜め込んできたストレスもなんか家が癒してくれるというか、本当に自分の好きなものがいっぱい詰め込まれてるお家なので、疲れて帰ってきて車で庭に入ってくるはーっと家を見て、ああいい家だなって自分で思って、で家の中に入ったら自分の好きなものがたくさん詰まってるお家で、好きな音楽かけて好きなコーヒーを飲んで、でもうそれでとても癒されるっていう生活です。でなのでなんかこう利便性も大事だと思うんですけど、私はなんか割とこうちょっと不便なものでも自分の好きなものを選ぶようにしてます。自分の気に入ったものを選ぶようにしてます。でなんか愛着のあるものはやっぱり大事にするし、なんかこう気分を幸せにこう上げてくれるなと思って、でキッチンも選ぶ時も本当になんか私はもうステンレスのすごい工業的な感じのキッチンが欲しいと思ってて、でオールステンのキッチンにしたんですけど、キッチンも至ってシンプルです。特になんかすごい機能とかは全然ついてなくて、シンクとコンロの下に大きな引き出しが2つあるっていうだけの、ね、食洗機がついてるっていうだけのシンプルなキッチンです。でもなんか意外と十分で、そんなもんで十分で、なんか見てたらいろいろすごいなと思って、こんな機能が欲しいって思ったりもするけど、意外と自分の生活に当てはめてみたら過剰スペックっていうか、いらない機能とかも結構あって、なんか割とこう大まかに分けてあるぐらいのこんな感じのが逆に使いやすかったり私はするかなと思って、自分の気に入ったものを選びました。で家もそんな感じで、割と家も作りも結構シンプルで、本当にシンプルですね。でも本当なんか一つ一つがよく考えられてるなっていうのは住んでて感じます。でなんかこういう風に使うためのものですっていうのはないので、決まってるものがないので、自分で高さが変えられる棚がちょっとないので、決まってるものがないので、自分で高さが変えられる棚がちょっと何箇所かポンポンってあるんで、作り付けであるぐらいで、それがまあ今子どもたちがランドセルラックとか教科書置きで使ってるんですけど、まあ、ゆくゆくは1人2人とこう2階に上がっていくと思うので、その棚が空いたら私が自分の好きな本をいっぱい並べて本棚にさせてもらおうかなとか思ってます。なんか使い方がいろいろできるのとか、使い方を変えられるようなものが多くて、なんかシンプルにしてあるからこそだなと思います。で白い壁だから汚れとか気にならないとか結構友達とかからも聞かれるんですけど、まあ、なんか最初の1ヶ月ぐらいはやっぱ気になってちょっと汚れたら拭いたりしてたんですけど、もうあんまり気にならないです。であんまり気になるぐらい汚れてたら拭くんですけど、意外と3年経つけどあんまり気にならないもので、でよく見れば汚れてるけど、意外と気にならない感じで、なんかそれよりもこう白い壁が光に当たって綺麗とか、なんか白い壁があるからこうポンって何かを飾った時にちょっとギャラリー風な感じでいい雰囲気で飾れたりとかするんで、なんかそっちの方が自分にとっては優先順位が高かったっていうので、で白い壁で自分は困ることはない感じです。そういう思いは初めからあって、なんかこう家に気を使いながら暮らすような生活はしたくないよねって、こう汚れるからとか傷がつくからとか、そういうこともあんまり子どもたちにも言いたくないなっていうのをまたと話してて、でもう本当そういうことに神経ですり減らしたくないっていうのがあって、それは宮崎さんに伝えて、宮崎さんが結構丈夫でタフな家をって考えて、いろいろ考えてくださって、で本当傷や汚れが味わいになり、こう思い出になるような家がいいですって言って、その思いは伝えて、でそれをその方法はもう宮崎さんにプロにお任せして、でもそこはさすがプロだなと思います。もうしっかり思いを形にしてもらったなと思ってます。なんか芸能人になったような気分でおしゃべりさせてもらいましたけど、うまく伝わったかどうかな感じですが、また機会があればおしゃべりの仲間に入れてください。ありがとうございました。